ハッピーハロウィーン。まあ動画が上がる頃にはもうハロウィーンは終わってるんですけど、なぜなら今日がね、10月31日だからで、10月31日だからであります。だから今日のね、この動画を撮ったらもうハロウィン君は来年の秋まで、来年のハロウィーンの、まあ、10月ぐらいまでね、お休み、冬眠に入ってしまいますので、今日が見納めとなってしまいます。よろしくお願いします。今日はね、お休みだったんですね。で、まあハードオフをちょっと行きたいっていうのと、まあちょっとスーパー巡りなんかもちょっとねしてきましたので、まあそういうところね、雑談しながらちょっとお話ししていければなと思っております。よろしくお願いします。今日は10月31日、まあ、洗濯物ね、ここ最近雨なんかも続いてましたので、やっと洗濯ができたかなという感じです。まあ遅めのスタートだったんですけど、まあ10時半ぐらいかなで出ました。近場のね、ハードオフに行ってきまして、ゲームボーイソフトをね、2つほど購入してきました。まあ、開封動画っていうか紹介動画はまたね、後日、2本なんで、また後日撮る、別の何個か買ってから紹介しようとは思っております。その後ね、まあもう1個の別のハードオフに行くわけなんですけども、マックでね、ポテト全サイズ150円なんてやってたんで、まあ、タイミングもちょっとあったもんですから、ポテト買っていきました。ポテトアイスコーヒーね。で、それをハードオフでむしゃむしゃ食べながらハードオフ行きました。いくつかね、気になるタイトルあったんですけど、まあ、購入までは至らずというところですね。まあ広い部屋じゃないんでね、あれもこれもって買ってると、本当に前回のね、漫画本だとかそういう感じでね、私の居住スペースを占拠していくわけなんで、ある程度はね、考えながら買っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、アドバンスに関してはそんなに大きくないんですけどね、プレイセス2だとか、そういうのはまあ、それなりにね、そこそこ場所を取りますので。で、その後どこ行ったかな？その後またハードオフ行ったんですね。なんかね、動画を撮るには2本じゃ足らないからってことで、もう1箇所ハードオフに行きまして、で、その足でって、まあずっとその足なんですけどね、まあ、イオンに行きました。で、イオンでちょっと購入してきたものいくつかあるので、まずそれを紹介したいと思います。まずはね、こちら、エバラすき焼きのタレ、138円ぐらいかな、ちょっと安かったので158円かな、まあ、購入してきました。これ、煮豚作ってもいいし、まあ、それこそ、すき焼き系のね、煮物を何でもいけるんでね、購入しておきました。続きましてはこちらでございます。トップバリューさんのね、炭酸水なんですけども、ブラッドオレンジっていうのが今回数量限定でことだったんでね、オレンジ系結構美味しいんで購入してみました。お値段が60円ぐらいだったかな、ちょっと待ってね、レシート持ってきますね。はい、今日はね、あまり爆買いはしなかったんですね、そんなに。まあ、欲しいものを買おうかなと思ったんですけど、いまいちね、乗り切れず。炭酸水がね、58円ですね。だ、62円ぐらいかな、税込みでね。で、続きまして、私が大好きなザ・シューマイ、税込みで311円って書いてたかな。それとね、これがね、まあ、私ベビースター好きなんですけど、まあ、こんなのが出てたんで買ってきました。ヒカキンプロデュースって書いてるね。ドデカイラーメン、こだわりのチキン、そしてね、こだわりのカレー味なんていうね、甘うまーなんて書いてるね。購入してきました。実はね、ヒカキンさんの動画見たことないんですよね。こういう動画上げてる端くれとしては。何のね、感情も持ってないんですよ。だから動画見たいとも思わないし、かといってなんか、アンチってわけでもないし、見たことないんですけど、今回購入しました。まあ、購入したことでは分かると思うんですけど、嫌いじゃないんですよ、別に。嫌いだったら購入もしないですからね。ただ動画見たことないですよね。でもあれだけね、登録者もいて、ファンもいるわけなんだから、もちろん面白いかなと思うんですけど、もちろんね、おすすめに上がってきたりはするんですけど、あんまり見ないね。あんまりっていうか全然見ないな。はい、ってことでね、まあいいや、とりあえずイオンはまあこんなもんでした。
ね、いくつか、まあ、あったのあったんだけどね、お惣菜にしろ、そこね、お肉屋さんと魚屋さんがまた別にあったりしてね、でサーモンのお寿司とかもあったんですけど、今日はね、もうポテト食べたことで分かるんですけど、揚げ物の日にしようっていうことだったんで、揚げ物がね、この間買ったのがちょっと残ってるんで、そこら辺もちょっと消費していこうかなと思ってたんで、余計なものはね、ちょっと買わなかったです。でね、これ、ビンゴ5がね、また当たりました。200円なんで、まあ大したことないんですけど、まあ当たりましたと。でその後ね、なんかもうちょっとこれだと足らないなっていうのと、あとはね、スイーツが欲しい。そして以前からちょっとね、気になってたローソンさんでね、焼き鳥があったんですね、冷凍の。でその他にたこ焼きもあって、ファミマとセブンのたこ焼きは食べたことあるんですけど、ローソンのたこ焼きって食べたことないから、でちょっとまあ、ご飯は今日たこ焼きとか食べないんですけど、ちょっと買っとこうかなと思ってローソンさんに行ってきました。でまずがね、こちらですね、中はふんばりとろり、外はしっかり焼き上げたたこ焼き。ローソンさんのほんと食べたことないんで、ちょっと楽しみではあります。なんか知らないうちにポイントが溜まってるぞ。そうか、700円で1個溜まるのかな。ローソンポイントが溜まってますな。はい、でこちらがお値段がね、こちらのお値段が、226円税込みかな。うん、まあまあでしょう。そしてこれがちょっとね、気になってた、レンジで簡単炭火の風味豊かな炭火焼き鳥ってことでね、棒付きのやつではないんですけど、まあこういうのセブンイレブンさんもあるんですけどね、購入しました。焼き鳥はね、ファミマないのよ。こちらがね、炭火焼き鳥は税込み258円。まあそこそこするな、セブンよりは高いぐらいだと思う。ちょっとグラムまで分かってないですけども、税込み258円で、続きましてはこちらでございます。これもちょっと高かったのよ。甘みの強い北海道産のスイートコーンってことで、セブンイレブンはね、もうここ最近何ヶ月も見てないんですけど、ファミマがね、100円、110円とかそのぐらいなんですよね。でグラムが 175g だから少し量は多いのかもしれないんです。ちょっと量までわからないですけど、ただお値段もね、税込み165円ということで、ちょっと高かったんですけど、まあ、コーン好きなんでね、ちょっとせっかく行ったんで購入しました。でまあもう今日はこれで最後になっちゃうんですけども、デザートにね、大きなツインシュを購入してきました。なかなかね、ローソンさん行かないんで、まあ、スイーツとかもあんまり食べてないんでね、まあちょっとね、買ってみました。で以上でございます。まあ、せっかくなんでね、ちょっとね、食べてみよう。ヒカキンプロデュースのベビースタードデカイラーメン、こだわりチキンからいただきます。甘だれ風味、ヒカキンのこだわり実現。どうなんだろうね、味までこう言葉を出して発声してんのかな。甘い香りがします。いただきます。うん、これはね、普通のドデカイベビースターあるじゃないですか、あれのちょっと甘くなった感じぐらいのイメージです。そもそもベビースター好きなんで美味しいです。続きまして、こだわりのカレー味ね。基本的にね、カレー味は好きなんですよ、私、何でも。甘いカレーなのかな、お子様向けのね。あ、これはもう開けた時に香りがすごいいい。うん、あ、いい香りだね。色もね、黄色がかってます。うん、これうまい。あれみたい。まるちゃんのインスタントのカレーうどんあるじゃないですか、袋麺。あれの味がする。
味すごい好きなんで美味しい。うん、こっちの方が美味しい。あ、美味しい、うん、こっちの方が好みです。うん、これいいな。でね、あ、飛んじゃったね。イオンの後にマルエツっていうスーパーに行きました。まあ、そこは何もなかったんで、でその後にローソン行ったんですね。これを買おうと思って。そしたら焼き鳥がないから別のローソンに行きました。でそのローソンのね、最初にいたローソンの隣がゲオだったんで、ちょっとゲームを見てきました。ちょっと話戻ってすいません。何もないローソンに行って、あ、何もないじゃないですね、焼き鳥がないローソンに行って、ゲオに行って、でローソンにもう一個行きました。ちょっと離れてるところ、そこには焼き鳥があったんで一緒にね購入してきたというわけでございます。というわけでご視聴ありがとうございました。今日はね揚げ物の日なんで、この間の揚げ物の残りなんか食べていきたいと思っております。それではまた、バイバイ。